こんにちは。パイナップルチャンネルでーす。はい、ということで皆さん本日は大好き恋バナありがとうございます。今までいろんな恋愛の細かいテーマを決めていつもインスタグラムの方で募集させていただき、 YouTube でバカみたいにねバカにしたりとか、チャンの中で解消させていただいてるんですけども、これは結構定期的にやってるんですけど、オールジャンルの恋バナをしていきます。普通にのろける系もあれば不満系もあったりみたいな感じで、僕が恋人への不満を聞かせてくださいっていうのを募集して、私は最近の恋バナを教えてくださいって募集しました。私はみんなのヤバすぎる恋愛を教えていただきました。前もこの3つのテーマでやったんですけど、おかげさまで盛り上がっていただいたので、はい、今回も皆さんの最近の恋愛事情をパトロールしていきたいと思います。それではカウントダウン。頑張って夏の花火大会誘いました。まだまだ先だけど楽しみです。いいよー、いい報告すぎー。いますよ、夏祭り、花火大会で、今年から花火大会が全国各地で再開されますから、もうみんなうずいてんじゃない。自分が行きたい意中の男性や女性がね、他の人に取られないように早めの予約が大事ですから。うわー、そうですよね。やっぱり予約はどうしてました？もうそれはなんかもう言わずと思う。お前はうちと行けよって、あ、まあまあうちと行けよっていうのがもう伝わってきてるじゃないですか。万が一来ないこともあればブチギレですよっていう感じですよね。そうですそうです。片思いの方はどうしたらいいんですかね。片思いしてる時は誘わなかったし一緒に行かなかったもん。なんかその片思いの相手と絶対に花火大会に行きたいっていう気持ちは別になかった。片思い中ってそっか、一緒に行くってよりかは友達といるけどちょっと終わり際に合流とかだったね。 うわエモーエモいね。なんか今すごいいいね。わかる、うち匂いがするもん。夏祭りがそれはしないけど、すごい思い出してきた、そのみんなの感じ。みんなじゃないしたし、そうなんだ。ドキドキしたもん。ドキドキした。最初で最後のダブルでね、あれ人生最初で最後臭そうってないね。じゃあ絶対に引きずってならない言葉を聞いたわ。なんかエモ。別に一緒に行かなくてもお祭りの中ですれ違ったり見つけたりした時も楽しいじゃん。そうだね。みんな本当に素敵な夏にしてください。一目惚れした人のインスタゲットした、話したいけどどうしたらいいですか。一目惚れしてインスタお願いします。最初に一番送る DM だから、ユニバとかで出会ってかっこよすぎて聞いちゃったパターン、で一番最初何を送るか、ストーリー反応かな。ああ、まあナチュラルだね。動物とかだったらそれ可愛いですねとか。確かに、それだったら結構ナチュミサイルサナエって感じ。初めて出てきた。初めて聞いた。確かに、こんにちは、今日のとか、なんか長々打つよりも、ストーリーでナチュラルにこう反応した方がいいね。そうだよね。最初って大事だよ。めっちゃさ、重めにしたとってさ。まあね、長文はちょっとね、痛いし。でもうちマジで好きバレしちゃうから、うちだったら、今日本当にかっこよくて声かけちゃいましたとか言っちゃう。ああ、まあでもそれは言ってんじゃない。だってそうじゃないと聞いた理由がおかしいもん。確かに。何がしたいのってなるし。ずっと頭あっちも気になってくれるじゃん。いいね、そんなことできるのって羨ましいよね。でも確かに、ね、一目惚れで声かけるって、うん、すごいです。ナイスファイト。好意の頻度が合わない。あ、うわー、これ大事じゃん。頻度ってさ、でもさ、約束してやるもんじゃないでしょ別に、うん、ってことはさ、普通にもうお互いがムラついた時にやるっていうけど、まあ、偏りがすごいってことだよね。これ難しいよね。無理やりやらせるもんじゃないじゃん、やりたくない人に、うん、だからさ、そこが合わないって困るよね。これはやっぱもうムラつきテクニックを使うべきだと思います。いかに誘えるか。そう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 、うん、これ女の人が言ってたら多分参考になると思うんですけど、男って結局ムラつく生き物なので、ムラつくされるための何か、ラブコスメだったりとか、過激なパンティーだったりとか、いいパジャマ。ああ、そうね。サメパジャマ。サメパジャマ。ブラヒモチラリとか。あ、ブラヒモチラリ。何もチラリ。気がするので、もう次行きたいと思います。自分の話ばっかりして、私の話を聞いてくれないです。これ結構多かったんですよ。男の子ってさ、自慢好きじゃん、やっぱり。だから、その見え張りとかで、自分の話を結構してくる人が多いらしいです。拡大部分で。そうだよね。今思っちゃう。あれ？マジで聞いてくれる男の希少価値は高い。待って、うち普通の人の男と一緒にしてほしくない、それはでも。うちが話すその話の価値と、こいつらの話価値は違う。そんなバカ男と一緒にしないでよ。私は天下の王様なんだからね。中学の時、彼氏が他の女の子とやってる動画を友達に見せられたことがあります。ハメ撮りって周り持ってるよ。え、持ってるよ。怖い。何人かの見たことあります。私も見たことある。私も見たことある。巡り巡ってする人の巡り巡って自分たちの端末にしかないって思ったら大間違いだよね。本当に。てかもう撮ったら出回ると思った方がいいね。うん、浮気相手から彼女まで成り上がったよ。うん、これってさ、嬉しい。喜んでるし。でもさ、同じことされるって思わない？確かに。絶対巡り巡って自分に来るよね。だから絶対浮気から恋愛できないんだけど、考えなかった。
かった、同じことされるって絶対される。これマジ言えると思う。こちらの方心当たりあると思うんですけど、全然誇れることでもないし、うちらからしたらダサい、正直問題。まだその感じね、その領域いるんだねっていう感じ、うん、ごめんね、別に全然いいんだよ。こいつが何を言ってんの。同じことするよ、多分他の人に。よく監視しておかないとね。どうせ浮気されてるから、こんなとこにまた優しい、あなたのこと思って言ってるよ。好感度あげないでくれない。ちょっと聞き方落ちじゃん。彼氏の喘ぎ声が女子みたいに高く、声量が大きくて気まずい。私のことを触りながら彼氏が喘いでたりします。これめっちゃおもろくない？でもなんかありそうと思って。ちょっとさ、中性男子みたいなのいるじゃん、うん、声がちょっと高めのね。そうそうそう、それ自分が責められた時、焦点するのかな。え、なんか男なのにあーって言ってるんでしょ。部屋とかもちょっと見に行こう。どうする、自分たちの相手がそうだったら。え、大丈夫なっちゃう。え、大丈夫夕飯。え、声出るんだとか言って。え、最中に終わってから。終わってから言うの。楽しんでから声出るんだ。結構声出るタイプなんだね。やめっぽくやってみる。でも改善しないじゃん、それ絶対。え、でもどんどんちょっと静かな方がちょっとかっこよくないとか言って。あやった。だってこれめっちゃおもろくない？これめっちゃおもろい。いい加減にしても本当に。だってこんな女子みたいに会える男の子なかなかいなくなる。いやでもありそう、マジで。え、NO なのかな。 AV 見すぎて女の子の喘ぎ声が興奮材料と思いすぎた結果じゃない？あー、自分もやっちゃうんだ。しかも声量大きいのやばい。可愛いインフルエンサーフォローしすぎ、ほぼ全投稿にいいねだし、私じゃ叶わないよ泣き。うわ、その感情になっちゃったら辛い。本当に嫌なんでしょ、インフルエンサー。嫌だよ、わかるの。下着ブランドの人をフォローしてたり、スタッフさんの元彼が、うん、マジで投稿とかばっかりの人をさ、なんでフォローするのみたいな感じじゃん。 TikTok のおすすめ欄見たらもう絶対わかるよね、普段見てる感じの系統が。あとインスタのおすすめ欄も、うわー、わかるね。TikTok のおすすめ欄見てほしいな。マジ動物だけ流れる人が好き。うわー、それはマジでそう。うちの元彼サッカーばっかりだった。うん、もう女の子とか出てこなかった。本当に見てるやつ女の子しか出てこないから。本当にすごいよ、本当にすごい。うちの友達に超やりちんいたんだけど、そいつも本当に女の子しか出てこなくて、びっくりした。水着系のね。そう、おっぱいばっかり。おっぱいばっかり。おっぱいばっかり、マジで。だからカッパとかアポをフォローしてる、まあ、メンズの方、彼女とかに嫉妬される可能性があるので、全員フォロー外した方が。いや、なんで、かわいそうじゃない。ダメで、うん、彼女それはダメ。一緒に好きなわけないじゃん、彼女があんたのこと。カップルで推してると思う？カップとアップルを。どう？じゃあフォロー解除してもらいなさい。じゃあ彼女にその子フォローしててもいいって聞いたよ。じゃあもう喧嘩の方がいいですね。大喧嘩確定な。嫌だよね、もうカップとかアップのインスタは。じゃあこうして水着乗せる。ダメ、もう終わり。指ですよ、こうなったら。男女よ。安心安全。いや、半分女だけどいいのじゃん。いや、安心安全よ、それが一番。やっぱ指なんだ。指だよ、やっぱり。やっぱ指なんだ。やっぱ指か。一人だけ唯一10万人も突破してないインスタグラム、ほらお待ちしております。別れて3年ぐらい経った、忘れてないスキピが馬先に来てかっこよくなってた。エモ。感動の再会系。マジエモエモ、そういうの。中学生にキャーごめんなさい。こんなんもっと好きになっちゃうよね。ねえ、しかもかっこよくなってんだもん、うん、なんか運命って思っちゃうかも、うちこれ。運命だよ、うん、だから余計諦めたくなくなっちゃう。その後の悲しみ気になるね、これ。確かに、教えて。来年4月、映画化しますので、ぜひ見てください。君と3年後、あのラーメン屋で。年上なのに計画性がなくて、今後のことがいろいろと不安。もうこれは結構カッパさんが失恋した理由に近しいものがあるんじゃないですか。マジで将来が見えない。見えなかった。見えない見えない、全然見えなくて、結婚したいって思うのに現実的に考えて想像できないっていうか、別に相手がどうのこうのとかじゃなくて、相手の金銭面とか生活面とか、そこが問題になってくるから、マジで結構現実的な悩みなの。確かに、もうこの年でだってそういう金銭感覚だったら、多分この先治ることってめったにないもん。そう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 、もうだらしなさが身についてきちゃってたから、これって本当に深刻な悩みなんだけど、ないって思ったらもうないから諦めた方がいいと思う、うん、好きでもね、うん、次に行った方がいいと。めっちゃ悲しいけど、だからもう嫌われていい覚悟で話し合いをするのか、諦めるのかだよね。そうそう、男の子多分嫌いじゃん、お金のことを口出されるの、うん、だから喧嘩になってでも関係を築くために言うのか、もう逃げちゃうか。私は逃げましたけど。それでいいよね。そういうの人によるとは思う、うん、ぜひご自身に委ねてみてください。
い、ということで今回は様々な恋愛テーマに沿ってバック語りしていきました。本当にね、いろいろありましたけど、やっぱ MVP は女の声で喘ぐ男性もう蛙化現象だと思いますよ。どうする、マジでさ、今市隆二みたいなさ、もうゴリゴリな感じのスタンスでめっちゃ歩いてきたら質も高いんでしょ。そう、歌うまかったりするのかな、それで。もう面白すぎますけども、まあ、皆さんね、多分いろいろあると思いますけども、ちょっと期間を置いたらまたこのコーナーやりたいと思います。これから恋大きい夏になると思うので、あの他の YouTuber に話題を提供するのではなく、 PKN ぜひお願い。ほんとにマジで友達とかにもインスタ教えてあげてください。そう、インスタがうちだ、本当に命だから、インスタにもう来なくなったらもう紹介することもできない、これ動画撮れないので、たくさんお願いいたします。貯めて貯め込んどいてほしいね。お願いします。メモしといてほしいね、なんかあったら PK に言うことっていう。 PK 次なんか多分これ募集するから、これうちもメモしとこみたいな感じでお願いいたします。ということで、言いたいことは全部言えたので今から帰ります。バイバイ。